ということで美容院に行って髪の毛切ってきました。すごい内巻きにしてもらった。イエイ。ということで美容院行ってきました。行ってきました。ショーの映画増えました。まあ可愛い。ということで今からダイソーに行きまーす。いつもな、美容院に行ったら丸くなんだ。しかもな、うん、何も言わずにな、どこの美容院行ってもな、丸くしてくれんねん。へー。似合ってますよってこと？そういうことではない。わからん。ということで、ただいまー。ただいまーす。はい。ということで、今日はいろいろ買ってきたんですけど、綿棒なんやかんさ、役立つから、うん、綿棒買ってきたのと。おー、すごい！次こちらじゃーん、うん、クレンジング。クレンジング結構ずっと欲しかって、うん、そうやね、そうなんや、欲しかって、うん、やっと見つけてなかなかないよ、ね、なかなかない、なかなか、え、しかもな、うん、どこで買ったかも、え、どこでそんなとこ、そうやね、行ってきた、上がってきて、知らんかった、マジで一緒に行った行くない、いや一緒に行ったかもしれない買ってきまして、うん、でこれなんかお酢でオフみたいな、うん、へ、匂いするかな、ちょっと匂ってみるわ、うん、クリアクレンジング、え、マイマイはさ、うん、クレンジングとかそういう洗顔系って、うん、洗顔ですマスケ、洗顔ですマスケ、マジでメイク落としして洗顔、うん、そう、そうクレンジングで洗顔でメイク落とし、うん、はい、ただいま、はい、で匂ってみるわ、うん、これどうやって止めよう、え、もうすでにいける、あ、もうそんなことよ、無理か、こうなんか、え、こういうのってここじゃない、一度、あ、ガッてやるんじゃん、あ、そういうことか、じゃあガッてやるか回すかやるの、え、回してんの、回すんちゃうじゃん、上に引きながら回すとか、あ、そういうこと、え、え、ちょっとやらして、え、やって、え、なんか書いてないよ、書いてない、え、え、これ書いてる、書いてないえ、あ、もうすでに行けますってこと、無理よ、え、逆に回す、逆に回す、逆向きに回す、普通の逆、固まったわ、あ、お、じゃあ、お、じゃあ来た、あー、よかった、ほんで匂ってみるわ、よかった、匂ってみて、あ、え、めっちゃいい匂いする、うん、いい匂い、まあ、お酢的な感じじゃない、え、良さそう、え、しかも食うな、結構クレンジングにはこだわりがありまして、うんうん、まあ、あの、これっていうクレンジングのこだわりはないんやけど、そうやね、これが絶対いいみたいなのがあって、うん、なんか、あの、前買ったやつが、結構、うん、いつも買ってこうやってマスカラを落とすんだけど、うん、なかなかマスカラが落ちにかったんよ。うん、だから、マスカラがちゃんと落ちるやつが良くて、うんうんうん、なんかいろいろ試してて、今回はこのクレージェ、クリアクレンジングっていうのを買ってみましたので、うん、また、いつかレビューします。なんか、うん、あの、メイク用のリムーバーみたいなのがあって。へぇ、うん、それは、激落ちみたいな。マスカラとか専用みたいな。え、これコットンとかにこういうやつ？そう。そうなんや。それやったらめっちゃ落ちるから、ぜひやってみて。マジ、うん、あ、そうなんや。逆に、そういうシートとかコットンとかを日常であんま使わへんからさ、うん、いいんよ。そう、マスカラとかはそれで落としたりして、うん、部分、後の部分はこういうので落としたりとか。マスカラ、マスカラ振って、マスカラ落としてますから。おーい、しますから、おーい、ということで、はい、今日は、マイマイと病院に行ってきました。た前髪増やしたんやね。そう。かわいい。くっちゃん何変わったん？え、これ何が変わったのか分からへんけど。悪なった。悪なった、うん。しかもですよ。今日あの髪の毛も染めて、ちょっと前髪切ってもらったんですけど、うん、そうそう。で、多分癖でこっちに分かりやすいから、うん、なんかパッツンにしたいんですけど、こうやって分かれさせてほしいです、こっちに、みたいな話したら、うんうん、あ、分かりましたって言ってくれて、いろいろやってくれたんですけど。あれ？あ、まっすぐやけど。あれあれ、まあ、あの、髪の毛染めました。多分さ、染めた当初ってさ、あんま分からへんけど、うん、ちょっと時間経ってくると分かってくるな。え、でも綺麗。あ、ほん？うん。マイマイも綺麗。キュン。ドゥンク。ビクドン。あ、びっくりドンキー。ドゥンク。ビクドン。あ、そういうこと？そう。あ、ビクドンっていう一つの言葉？そう。びっくりドンキー、ビクドン、ビクドンって言うやん。うん。だけど、ビクドンみたいな感じじゃない？以上です。さよなら。